はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回はですね、以前も一回やったんですけど、最高速トライアルにチャレンジしたいと思います。そして今回はですね、エンジンがジェットエンジンです。ジェットエンジンといえば、あの飛行機についてるジェット機のねジェットエンジンが積んであるんですよね今。まあだからね、まあ、どれぐらいスピード出るんかってちょっとようわかんないですけど、さっき一回ちょっとね走ってみたら、まともにまっすぐ走んないですよね。非常に難しい運転が、もう 壁に激突しちゃうんですよね。まあで、まあ、ヘッドだけ単発だったらもうまともに走らないんで、一応これまあ空荷なんですけどね、トレーラーを後ろにひっつけてます。まあこれで多少はね安定するかもしれないですけど、まあ、多分まっすぐ走らないんですよね。ということで、とりあえず、スタート地点に向かっていきたいと思います。じゃあ今回もよろしくお願いします。ラインにかけます。やばいでしょ、なんか今メインエンジンが入った感じですよね。はい、じゃあギア入れて、サイド落として、とりあえずゆっくり行きますね。はい、スタートします。なんかちょっとこうただならない音でしょ。これ今ベタ踏みすると危険なんでね、まあ、じわーっとスピードは上がるんですけどね。ちゃんとね、まっすぐ走れるかが本当ただただ心配ですわ。もうスピードはね、ほっとっても出るからですね。すごいなんか音がね。はい、ど真ん中止まりましたね。よし、じゃあやっていきますか。ギアはとりあえず二速発進でいきますね。よし、はい、じゃあやっていきます。
400キロ超えましたね。407キロ、410キロ行きましたね。420。はい、それではですね、セカンドチャレンジやっていきますね。さっきは、4速までしか入れてないんかな。どこまで入れていいかちょっとわかんないですけど、もうちょっと早めにギアチェンジしていってみたいと思いますね。420キロ出たんかな、さっきは。ではやっていきますか。タコメーターがもう完全に振り切ります。はい、じゃあやっていきますね。
くり返っ、あ、逆向いたんか。よし、じゃあちょっとこのまま戻ってみよう。これ3速ぐらいが一番いいかもしれないですね。ああ、ダメですね。やっぱちゃんとまっすぐ走らんや。なんで、まっすぐ走る方法あんのかな？もうほんとね、あれ、ほんとにちょっとだけハンドル、ほんとにちょっとですよ。ちょっとキュッキュッてやっとるだけで、あんだけグイングインって動くんですよ。もうこれは厳しい。ああ、まあ、結局あれですね。最高速度は420キロぐらいってとこですかね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしますね。あれあれ、はい、じゃあいつもいつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価いただけますと嬉しいです。それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。